こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は1分間でやる気が出る146のヒントについて解説していきます。やる気がある人とやる気がない人は何が違うのか、やる気さえあれば人生は確実に変わります。1分でやる気が出る45の言葉を伝えていきます。1個目、毎日目標を立てる。あなたは毎日目標を持って生きてますか？今日はどんな日か知っていますか？今日はこれからの人生の最初の日です。今日からがスタートです。そう思って活動してください。僕たちは毎日を新しい選択と目標のためのチャンスの日にすることができます。今から全てが変わります。毎日目標を立ててください。毎朝目覚めた時に新しい一日を喜んで迎えてください。2個目、長所は自分で手に入れる。あなたは自分の長所が分かっていますか？長所は偶然手に入るものではないです。常に高い目標を設定してひたむきに努力してください。努力した結果得られるのがあなたの長所です。長所とは多くの選択肢の中から選択をした結果です。結果があなたの長所です。もともと持っているものではないです。どんな行動をとるときでも必ずいくつかの選択肢があります。その中から自分にとって正しい選択をしてください。僕たちが長所を持てるかどうかはその選択にかかっています。3個目、自分は成功していると信じること。あなたは何をするのが一番得意ですか？どの分野で一番成功しましたか？過去を振り返って考えてください。この1日、この1ヶ月、この1年に成し遂げたことを数分でいいので考えてください。そして短期的、長期的にこれから成し遂げたいことを考えてください。そして自分は絶対に成功すると信じてください。4個目、大切な人に感謝を伝える。あなたにとって大切な人とは誰ですか？配偶者や恋人だけじゃないです。親戚、親友、学校の先生、職場の同僚も大切な人です。大切な人に電話をしたり、手紙を書いたり、LINE をしてください。時にはご飯を食べに行って、いつもありがとうと伝えてください。5個目、自分のための時間を確実に確保すること。自分のための時間を絶対に確保してください。毎日必ず作ってください。1分でも2分でもいいです。散歩の時間でもいいです。本を読む時間でもいいです。仕事から車で帰宅する時の時間でも OK です。その時間を利用して自分の人生について考えてください。これから何をしたいのか、どういう生き方をしたいのか、真剣に自分と毎日向き合ってください。6個目、快適な生活空間を作る。家庭であれ、職場であれ、あなたが毎日過ごしている場所はあなたの生活空間です。自分の生活空間を絶対に好きになってください。前向きにやる気が出るように工夫をしてください。できることはいくらでもあります。例えば壁を鮮やかな色のペンキで塗ってもいいです。写真をたくさん貼ってもいいです。一日一日勇気を持って生きるための名言を壁に貼ってもいいです。自分の生活空間を快適に前向きに作っていってください。7個目、もう年だという言い訳をしない。多くの人が年を取ってくると夢を捨ててしまいます。もう無理だと諦めてしまいます。しかしどんなことでも情熱を持って取り組めば必ずできます。年齢は関係ないです。年齢を言い訳にしないでください。誰だって今日が一番若いです。8個目、ピンチをチャンスに変える。心配事も問題もない人生はありえないです。誰だって心配事があります。問題点はあります。大切なのは心配しないこと、問題を起こさないことではないです。自分の置かれている状況を真剣に見極めて行動計画を立てて実行し続けることです。あなたが問題に直面した時はピンチをピンチではなくてピンチをチャンスに変えてください。9個目、周りの人を褒める。ネガティブな言葉は絶対に使わないでください。やめてください。その代わりにポジティブな言葉を使ってください。まずは周りの人を褒め続けてください。そして感謝の言葉を述べてください。いつもありがとう。この言葉をたくさん言うことです。部下や周りの人が仕事がうまくいったら一緒に喜んでください。10個目、物事を良い方向に考える人と付き合う。あなたの周りにこんな人っていないですか？絶対にうまくいかないよ。
向いてないよ、そんなうまくいくんだったらみんなやるよ、こんな人と関わってはいけないです、あなたが関わるべきはポジティブな人のみです、物事をいい方向に考える人と付き合ってください。11個目、5年先まで予定を立てる。今から1年先、そして5年先の予定を立ててください。当たってなくてもいいです。5年後こうなってるという自分の理想の姿を思い描いてください。時間をとって1年先、5年先について真剣に考えてください。単に考えるだけでなく紙に書いてみることをお勧めします。12個目、できないと思い込まない。あなたにできないことはないです。やりたいことをやってください。できないと絶対に思わないことです。13個目、他人と協力して働く。一人で仕事を成し遂げるには人生はあまりにも短いです。一人でうまくいくと思わないでください。他人と協力しながら働いてください。仕事っていうのはチームでやるものです。全部一人でやらないことです。あなたの周りにはあなたよりもできる人がたくさんいます。自分ができるようになればいい、そう考えないでください。他人と協力できないと何もできずに人生は終わります。中途半端になります。たとえ一人でした仕事でも必ず誰かに影響を与えています。大切なのは人間関係を円滑にする言葉を掛け合うことです。感謝の言葉を伝える、褒めることです。一人でやるのではなくて人とうまく協力して仕事を進めてください。14個目、人の話をしっかりと聞く。人の話をよく聞くことはコミュニケーションの基本的ルールです。しかしこのルールはほとんど守られていないです。人の話をよく聞くには集中力が必要です。相手の話に興味を持つ必要があります。人のことを好きになる必要があります。人のことが嫌いで相手の話に興味がない人はちゃんと話を聞くことができないです。では人の話をよく聞くにはどうすればいいのか。いろんな人と話し合って、いろんな人に興味を持って、いろんな人を好きになることです。15個目、悪習慣をやめる。人はいくつになっても若返ることができます。しかし多くの人がどんどん老けていきます。その理由は何なのか。喫煙、飲酒、偏った食生活です。あなたの悪習慣をやめてください。今すぐに悪習慣をやめる行動計画を立ててください。16個目、生涯現役を貫く。僕は死ぬまで働くって決めています。死ぬまで勉強すると決めています。しかし多くの人が退職後仕事もしないで勉強しないで早すぎる死を迎えています。生涯現役を貫くことを楽しみにしてください。勉強は義務教育で終わりではないです。仕事は定年で終わりではないです。あなたは人生で何を成し遂げたいのか、今のうちから計画してください。これからの人生をどう生きていきたいか、真剣に計画を立ててください。17個目、周りの人を大切にする。あなたは周りの人を大切にしていますか？心のこもった褒め言葉をお互いに掛け合っていますか？感謝の言葉を述べていますか？周りの人を褒める方法を探してください。18個目、信頼を大切にする。信頼は人と人とをつなぎ合わせる接着剤のようなものです。信頼があれば物事は本当にうまく運びます。一方信頼がないと人間関係はギスギスして物事がうまく運ばないです。仕事をするとき、プライベートの友達、信頼っていうのを大切にしてください。19個目、達成感を想像しながら進む。あなたはやっていることに達成感を感じていますか？成功者は周りの人がやりたくないことをやります。他の人がやりたくないことをやるのが成功者です。したくない仕事っていうのは職場にも家庭にもたくさんあります。ではなぜしたくないのか。それを成し遂げることで得られる達成感について考えていないからです。一方成功する人は達成感に意識を向けています。今やりたくないことでもこれをやることによって将来こうなる、そういったイメージをしっかりと持っています。あなたが何かをやるときは達成感を想像しながら進んでください。20個目、きつい仕事をチャンスと捉える。チャンスっていうのは実はきつい仕事に多いです。しかしほとんどの人はチャンスに気づかないです。きつい仕事はきつい仕事と捉えています。成功する人はきつい仕事イコールやりがいのある仕事と言い換えています。あなたがきつい仕事をするときはチャンスだと捉えてください。21個目、自分は恵まれていると考える。
どんなにひどい状況にいても自分は恵まれていると考えてください。あなたよりもひどい状況の人は世の中にたくさんいます。あなたの家から1キロも行かないうちにあなたよりひどい人っていうのはたくさんいます。あなたの置かれている状況はそれほど悪くはないと思ってください。22個目、持っている能力をすべて使う。成功している人は人並み以上に努力をしているだけです。成功する人は成功した後もさらに努力を続けています。計画を立てて実行に移します。あなたが成功したいのであれば努力をすること、そしてうまくいっても努力し続けることです。23個目、自分の限界を設定しない。あなたの持っている能力才能を小さく見ないでください。あなたに限界なんてないです。限界を設定しないでください。24個目、最後までやり遂げる。最後までやり遂げてください。絶対に途中で諦めないでください。多くの人は素晴らしいアイデアを持っています。それなのに最後までやり遂げないです。やると決めたらあとは最後までやり遂げるだけです。25個目、大切な人に感謝の手紙を書く。どんな人にもかけがえのない大切な人がいます。その人がどれだけ大切か言葉でたまには伝えてください。26個目、自分の目標を周りの人たちに話す。人生を変えたいならすぐに始めてください。そして派手にやってください。あなたは静かに人生を変えるタイプですか、それともみんなに知らせて派手に変えるタイプですか。自分の目標を周りの人に話してください。27個目、職場を楽しい場所にする。仕事を楽しんでください。そして仕事を楽しむためにこんな人と出会ってください。面白いことを言って笑わせてくれる人、仕事の楽しさを教えてくれる人です。28個目、どうせ所詮という言葉を使わない。できないと思わないでください。マイナスのワードを使わないでください。絶対にあなたが使ってはいけない言葉が2つあります。所詮とかどうせといった言葉です。29個目、常に高い目標を持つ。成功する人は常に目標を高いところに置いています。あなたにやれないことは1個もないです。高い目標を持って取り組んでください。30個目、周りの人たちから学ぶ。僕たちっていうのは周りの人たちによって作られています。あなたは自分だけで学んでいるわけではないです。本から学ぶ、 YouTube 図書館から学ぶ、先輩とか人から学ぶ、たくさんの人から学んでください。31個目、一緒にいて楽しい人になる。周りの人を楽しませてください。面白い人間になってください。今日は一緒にいれてよかった、楽しかった、そう言われるようになってください。32個目、新しいことに挑戦する。打とうとしなければどんな球も絶対に打てないです。テニスでも卓球でも野球でもビジネスでも全てそうです。チャレンジしないと絶対に結果は出ないです。新しいことにチャレンジしてください。33個目、成功するまで諦めない。成功への道は常に建設工事中です。途中で諦めたら建物が建つことはないです。結果が出るまでやりきってください。34個目、元気がなくても元気なふりをする。あなたは元気がないときどうしていますか。正解は元気なふりをすることです。本当は元気がなくても元気なふりをしてください。50回以上やれば本当にそうなります。35個目、自分という商品を売る。ある人が退職後に後輩の営業マンにこう言いました。あなたたちは物やサービスを売っているのではない、自分を売っている。商品としての自分について考えてください。あなたは自分という商品が好きですか。自分のことが嫌いな人は商品を売ることができないです。36個目、自分の達成したことを数える。ある会社のオフィスにこんな言葉が書かれています。残りの日を数えるのではなく、一日一日を大切に使え。週末まで何日か数えないでください。退職まで何日か数えないでください。それよりも今日何を成し遂げたいか、これを真剣に考えてください。37個目、言うよりも先に実行する。ベンジャミン・フランクリンの言葉があります。立派なことを言うより立派なことをする方が立派だ。本当の成功者は実行した経験をもとに話をしています。あなたは口先だけの人間ですか、実行する人間ですか。どうせだったら実行する人間になってください。38個目、仕事を楽しむ。あなたは仕事を楽しんでいますか。今楽しくなくても
どうしたら楽しくなるのか考えて仕事をしてください。39個目、あなたには無理だと言われたことをやる。あなたにはできないとか絶対にうまくいかない、そう言われたことってないですか？もちろん僕もあります。あなたに人生の大きな喜びを教えます。あなたにはできないと言われたことをすることです。最高に気持ちいいです。あなたにはできないと人から言われたことをやってください。40個目、冒険する。多くの人が新しい冒険に乗り出すことを拒否しています。ほとんど中身のない人生を送っています。あなたは今新しい冒険を考えていますか？たった一度の人生です。どうせだったらどんどんチャレンジして冒険してください。41個目、思い切ってやってみる。すべての偉業はかつては不可能だったものばかりです。あなたが偉業を達成したいのであれば、みんなができない不可能って言ってることを思い切ってやるしかないです。42個目、自分を好きになる。自分を好きになれない人が他人を好きになるのは非常に難しいです。自分を好きになれない人が仕事で成功するのも難しいです。まずは自分を好きになってください。43個目、言い訳はやめてやってみる。忙しいからできないって言わないでください。やり方がわからないからやれないって言わないでください。時間がない、お金がないもやめてください。すべて言い訳です。正当な理由にはならないです。何かをやってみるのに言い訳なんていらないです。44個目、見返りを期待せずに与える。クーリッチ大統領の名言があります。もらったものに対して栄誉を与えられた人は一人もいない。もらうんではなくて与えてください。与えることをやめてはいけないです。とにかく与え続けることです。相手に得をさせることです。ギブアンドテイクではなくてギブギブギブで生きてください。45個目、成功するために必要なことをする。やる人はやります。口ばかり達者な人はいくらでもいます。彼らっていうのはいざ実行しようとするとさっさと姿を消してしまいます。口ばかり達者になるのはやめてください。成功する人は成功するために必要なことをすべてやります。あなたはどれだけのことを実行しましたか？最近あなたがやりきったことは何ですか？言うだけではなくて、すべてやることを意識してください。それではまとめいきます。1分でやる気が出る45個の言葉。毎日目標を立てる。長所は自分で手に入れる。自分は成功していると信じる。大切な人に感謝を伝える。自分のための時間を確保する。快適な生活空間を作る。もう年だという言い訳をしない。ピンチをチャンスに変える。周りの人を褒める。物事をいい方向に考える人と付き合う。5年先まで予定を立てる。できないと思い込まない。他人と協力して働く。人の話をしっかりと聞く。悪習慣をやめる。生涯現役を貫く。周りの人を大切にする。信頼を大切にする。達成感を想像しながら進む。きつい仕事をチャンスと考える。自分は恵まれていると考える。持っている能力をすべて使う。自分の限界を設定しない。最後までやり遂げる。大切な人に感謝の手紙を書く。自分の目標を周りの人たちに話す。職場を楽しい場所にする。どうせ、所詮という言葉を使わない。常に高い目標を持つ。周りの人たちから学ぶ。一緒にいて楽しい人になる。新しいことに挑戦する。成功するまで諦めない。元気がなくても元気なふりをする。自分という商品を売る。自分の達成したことを数える。言うよりも先に実行する。仕事を楽しむ。あなたには無理だと言われたことをやる。冒険をする。思い切ってやってみる。自分を好きになる。言い訳はやめてやってみる。見返りを期待せずに与える。成功するために必要なことをする。やる気がある人とやる気がない人は何が違うのか。1分間でやる気が出る45個の言葉を毎日見てください。必ずやる気が出て結果が変わってきます。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。